こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はパタヤに新しくオープンした YouTuber が出したお店の応援企画になります。その3名の YouTuber さんの名前は UD タイランド、パタヤ若大将、パタヤ兄貴チャンネルになります。今回は各店舗それぞれの紹介動画を2分程度で作っていただきました。そして視聴者の皆さんにも今回の企画に参加していただきたいと思ってます。順番にご紹介する3つの動画を見ていただきまして、一番行きたい、一番応援したいと思ったお店をコメント欄に記入していただきたいと思います。一番コメントが多かったお店とパタヤチャンネルが改めてコラボ企画をしたいと思ってます。今回はプレミア公開になりますので短時間ですが、スパチャをいただいた場合は1番のお店で全額使いたいと思います。コメント欄への投票期限は今から1週間、11月13日日曜日の朝10時までとなります。注意事項としまして、コメントは1人1回のみ、不適切なコメントは即削除します。そしてこの動画のコメント欄のみ集計しますので、チャットやツイッターの書き込み等は集計しません。では動画の順番は公平にルーレットで決めていこうと思います。まず1番になった人が一番最初にしたいと思います。1番は UD の動画になります。続いて2番目の動画は若大将ということで、 UD 若大将兄貴の順番で動画紹介していこうと思います。では最初の動画は UD タイランド UD バーの動画になります。パタヤチャンネルをご覧の皆さん、どうも私 UD タイランドという YouTube 活動をしている UD と申します。ありが、私 UD、 8月上旬にバーをオープンしました。いや、今回ですね、パタヤチャンネルをご覧の皆さんにぜひぜひ知っていただきたいということで、これから紹介しちゃいたいと思います。早速ですが紹介させてください。いきましょう。バイガンルイ、こんな感じです。場所の方なんですけども、パタヤのセカンドロードとビーチロードの間、沿いの6になります。セカンドロードから入って徒歩1分ほど行ったところの左側、黄色い看板が目印です。その名も UD バー。私 UD、 食レポを中心に YouTube 活動をしてきたというところを生かして、パタヤのバー最安、パタヤ激うまを目指してフードメニューも揃えています。営業時間はフードメニューが14時から21時30分ラストオーダー、ソイロクバーとしての営業時間は16時から2時となります。もちろんソイロクならではのソイロクルールもあります。食べながら飲みながら、そしてソイロクルールも楽しめる、そんなお店です。もちろんご飯だけでも大歓迎。フードの方はソイロク全店舗に出前をしていますので、他の店に行った際もぜひぜひ注文してみてください。パタヤに来た際はぜひぜひ UD バー、 UD バーへ遊びに来ちゃってください。お待ちしてます。続きまして、パタヤ若大将イビザバーの動画になります。こんにちは、パタヤ若大将です。パタヤチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。はい、ということでですね、今回はパタヤチャンネルさんでね、イビザバーをちょっと取り上げてくれるということですので、若大将自らね、ちょっと紹介していきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、イビザバーのある場所なんですけれども、アヤホテル、アヤホテルのね、横の居酒屋バクの隣にあります、イビザバーでございます。ハロー、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 イエーイ。ファンノム。ビデオね、ここな。ドア。
それでイビザバーの魅力の一つなんですけれども、ハッピーアワーがオールビール50バーツで飲めますということでですね、5時から8時まで、ハッピーアワーでね、西洋人とかがね多く来て飲んでおります。そしてイビザバーのね最大の魅力である VIP ルームなんですけれども、ジャグジーがね併設されておりまして、女の子たちとね一緒にジャグジー遊びができるということになっております。はい、かなりねお安い値段設定になっておりますのでね、利用される方も多いです。最後はパタヤ兄貴チャンネルのアクアパタヤの動画になります。乾く暇ないで、乾く暇ないで。病み上がりでもウォーキングはパタヤの宝石箱やで。声枯れとるわ。そんな嬉しいか。嬉しいな。嬉しい。嬉しい。たまらんねや。嬉しい。そんな嬉しいか。そんな嬉しい。暇ないで。でもアニさんもよく面倒見るね。いやまあまあいい子なんで。以上3店舗の紹介動画をご覧いただきました。ぜひ行きたいと思うお店、応援したいというお店をコメント欄にご記入ください。結果発表は13日中にしようと思います。それぞれのお店が個性があって楽しめると思いますので、ぜひパタヤにお越しの際は遊びに行っていただければと思います。以上、今回はパタヤの有名 YouTuber がオープンしたお店3店舗をご紹介させていただきました。次回火曜日の動画はパタヤチャンネル史上最も混んでて忙しい大行列の伊勢庵料理店をご紹介したいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。